アフガニスタンの歴史では、中央アジアに位置するアフガニスタンの歴史を解説する。アフガニスタンの考古学調査が行われてきているが、戦士時代のことで分かったことは、比較的少ない。しかし、旧石器時代と新石器時代に、この地域に広く人が住んでいたことは分かっている。10万年前頃の石器が、カズニー製法のダシティナウルで、5万年前頃の石器が、 ヒンドゥクシュ山脈の北方と南方地域で2万から1万5千年前頃の石器がバルフ地域で発見されている。また、1万年前頃のものと6千年前頃のものと推定される石器がアムダリアの南方とフルムの北方で発見されている。およそ1万年前には農業と牧畜が行われていたし、 紀元前6000年期には、バダフシャン産のラピスラズリがインドへ輸出されていたし、紀元前2000年期には、アフガニスタンのラピスラズリがエーゲ海地域で使用されていて、ミュウケー内の縦穴墓の一つから見つかっている。さらに、紀元前1336年には、トルコ沖のウルブルンでナンパした船から、アフガニスタン産かもしれない鈴が運ばれていたことが、わかっている。 古代アフガン人は今日のアフガニスタンにおけるパシュトゥゴ圏に居住し、言語分布の記録によると、パシュトゥゴはアフガニスタン北東部のジャラーラーバード北部から南方のカンダハール、カンダハールから西方のファラー及びセブゼワールにわたる地域で話されていたとされる。この地域はインド、中東、中国、中央アジアの交通路であり、アフガニスタンはイラン、インド、 中央アジアの文化から影響を受けることになる。リグベーダによると、紀元前12世紀頃に、中央戦争が起こり、アフガニスタン東部からパンジャブで勢力を伸ばしていた、スタース王が率いるトリーツ族とバラタ族に、ビシュバー・ミトラが率いる中央の連合軍が攻め込んだが、逆に敗北して、覇権を握られた。後に、バラタ族とプール族は融合して、クル族となりクル国を建国し、 支配階層を形成した。全インドを征服すると、バーラタと呼ぶようになった。マハーバーラタによると、クル族の子孫であるカウラバ王家は、その後内部分裂し、クルクシェートラの戦いでパンチャーラ国に敗北すると衰退していった。この頃、インドで16大国の一つに数えられたガンダーラは、紀元前6世紀後半にアケメネス朝に支配されるようになり、 他のインドの国々と全く異なったアフガニスタンの歴史を歩み始めることになった。紀元前6世紀にアケメネス朝ペルシアのキュロスダ王が半島東方のインダス川まで広げ、その支配下にあった頃からこの地域が歴史の記録に現れ始める。ダレーオス一世によってこの地域に様々な州が設けられた。すなわちアリア、ドランギアナ、バクトリア、マルギアナ、 ゴラズミア、ソグディアナ、アラコシア、ガンダーラなどであり、統治が強化された。紀元前332年、マケドニア王国のアレクサンドロス3世の統制におけるガウガメラの戦いで、ダレーオス3世を破ったことにより、この支配体制は終わる。紀元前330年に、アレクサンドロス3世がアフガニスタンに侵攻した。アレクサンドロスは前進しながら、征服地を守るため、 各地に都市を築いていった。現在のヘラート近くのアレクサンドリア・アリアナがその最初である。紀元前329年にはカーブル北コイスタン渓谷にアレクサンドリア・アドカウカスを築いた。また、この統制によってヘレニズム文化が流入した。紀元前323年にアレクサンドロス大王が死去すると帝国は分裂し、アフガニスタン東部の領土が競り起こす朝。 シリアに編入されるが、紀元前305年に、マウリアーサインドのチャンドラグプタが競り起こす朝、シリアからアフガニスタン東部を奪う。その後両国関係が好転し、紀元前3世紀中頃からは、マウリアーサインドのアショーカ王のもと、インドとアフガニスタンで仏教が盛んになった。紀元前232年。 アショーカ王が死ぬとマウリア朝は衰退する。一方で、紀元前250年頃に、ギリシア人のディオドトスがバクトリアにおいて、独立王国、グレコバクトリア王国を建国し、一世紀にわたって栄えた。一方、イランと南部アフガニスタンにはアルサケスが、独立王国、アルサケス朝パルティアを築き、226年まで続いた。ギリシア人の最後の王朝。 紀元前2世紀、郷土がモンゴル高原の発射になり、トンコーの月子を駆逐すると、逃れた月子が西族を追い出し石区湖に定住した。西族は、パミール高原を越えて、定住を始め、紀元前85年にインドグリーク町に侵攻し、紀元前10年に最後のギリシア系王朝が滅亡し、サカ人のインドスキタ王国が起こった。アルサケス・朝、パルテアが、 弱体化すると、パルティア人のゴンドファルネスがバクトリアと、北、インドを支配下に収め、20年にアルサケス朝、パルティアから独立して、インドパルティア王国を起こした。紀元前一世紀前半に、大月市参加には基礎作り行の他に4級行があったが、カドフィセス一世が滅ぼして、クシャーナ朝を開いた。カドフィセス一世は、カブーリースタントガンダーラに侵攻し、支配域とした。 その子供の美タクとの時代にはインドに侵攻して北西インドを占領した。カニシカ一世の時代にはガンジス川中流域、インダス川流域、さらにバクトリアなどを含む大帝国となった。カニシカ一世はパルティアと戦って勝利を収めた。バースデーバ一世はサーサーンアサのシャープール一世に敗北しインドを失うと その後もサーサーアン・アサに攻められて、領土を失いカブールのみとなった。サーサーアン・アサのバハラーム2世紀の時代に滅亡し、その領土はサーサーアン・アサの支配下で、クシャーのサーサーアン・アサとなった。アラビア半島で起こったイスラーム教は、イランや中央アジアに浸透し、トルコ人とイラン人によるいくつかの地方勢力を生み出し、9世紀から10世紀の間に、 最後のヒースラーム王朝は滅亡した。イランのターヒルアサはバルフやヘラートを領有しており、これは後に土着のイラン系サファールアサが勢力を引き継ぐ。北部では地方有力者がイラン系のサーマーン朝に属してブハーラ、サマルカンド、バルフは発展した。10世紀にサーマーン朝のマムルーク軍人だったアルプティギーンがガズニーを占領して小国家を建国し、 後に、カーブルやインダス側にまで勢力を伸ばす。そして、マフムードが997年に王に即位して、ガズナーシはアフガニスタン全土を支配し、さらにインドの中心まで征服した。この頃にガズニーは、急速に都市として成長した。しかし1152年に、アフガニスタン北西部に位置するゴールアサのアラーウッディーインフサイン2世によって、ガズニーアサは滅亡する。 アラーウッディーンはこのことからジャハーンソズという異名を持つ。アラーウッディーンの死後にゴールアサは崩壊してアフガニスタンの支配権はアラーウッディーンムハンマドに移る。ホラズムシャー朝の時代にはアフガニスタンの勢力は中国、トルキスタン、イラクにまで達していた。ホラズムシャーはアッバース朝カリフの地位を獲得するために1219年に バグダードにまで進軍するが、チンギス・ハンが率いるモンゴル帝国軍がアフガニスタン東部へ侵略して、諸都市が占領され、これに反撃するもの湿地の回復は失敗して、ホラズム社長は滅亡した。しかしチンギス・ハンの死後にアフガニスタン各地で族長が独立国家を打ち立てた。ヘラートの風景14世紀末にティムールがアフガニスタンの各地を征服して、 その大部分を支配した。ティムール朝は、かつてのモンゴル帝国の復興を目指した。ティムールの死後には、後継者たちが、学問や芸術の発達を推進し、ヘラートが、文化的、政治的中心地として繁栄した。16世紀に、ウズベク族のシャイバーニー朝は、ムハンマド・シャイバーニー・ハーンの支配下で、中央アジアに勢力を伸ばし、1507年に、戦争に勝利して、 ヘラートを占領し、ティムール朝の支配は終わる。以前に、ウズベク族により、フェルガナを追放されたティムール家の子孫のバーブルは、カーブルを領有していたために、アフガニスタン中部に、カーブルを首都とする国家を建国していた。バーブルは、サファビー朝のシャーイスマーイールと共に、ウズベク族のムハンマド・ハーン・シャイバーニーと、戦い勝利する。バーブルは、カーブルの南北に征服し、 1527年、アーグラを首都として、ムガル朝の基盤を築く。バーアブルは1530年に死ぬが、ムガル朝は、この後200年にわたって、インドを支配し、大いに栄える。その後の16世紀と17世紀の200年間は、アフガニスタンの統一は失われ、ムガル朝とサファビー朝によって、分割統治される。とはいえ、17世紀前半には、両国は、 軽装地カンダハールをめぐり、二度にわたる、ムガルサファビー戦争を行った。1709年、パシュトゥーン人、ギルザーイー部族の族長の一人ミール・ワイス・ホータキーに率いられ、サファビーに反乱を起こした。まず、カンダハールを攻撃し、陥落させた。その後、ペルシャに乗り込んだ。1715年、ミール・ワイスが死ぬと息子の、マフムードが、争いの末後継者となり、 サファビー朝の王座を奪い、1722年ペルシャの首都イスファハーンに向かい、ペルシャ軍を破り、長きにわたる戦いの末、イスファハーンを襲撃する。1725年を去った。その後、重帝のアシュラフが次、オスマン軍を破ったが、1729年にナーギュクリーベグの率いる復活したペルシャ軍に敗北する。 ペルシャの王位についたナーディルは、ナーディルシャーと名乗って、カンダハールとカーブルへ進撃した。1738年に、両都市を攻略し、インドへ向かった。インドでは、アブダーリー族の親衛隊がナーディルを助けた。彼は、ムガル帝国軍を下し、デリーを陥落させ、ペルシャに戻った。その後も、オスマン帝国やサマルカンド、ヒバ、ブハラへ出征を続けた。 1747年部下に殺害された。親衛隊を率いていたアフマドハーン・アブダーリーこと、アフマド・シャード・ダーニーは、なんとか、カンダファールへ戻ることができた。1747年に、イラン系遊牧民パシュトゥン人がアフシャール・朝から、独立して建国。清が、ジュンガルブを完全に制圧すると、中国と国境を接するようになり、 真の皇帝から徴皇を要求される。以後真の徴皇国となる。またこの時代は、インド征服も盛んに行い、弱体化したムガル帝国にも何度も侵攻し、一時期デリーを領有した。アブダリー族のアフマドハーンは、アブダリー族の9つのア族が集まったジルカによって、シャアに選ばれた。その後、彼は、トゥルイダウラーンという肩書きを得たことを契機に、アブダーリー族は、 ドゥッダーニーと名乗るようになり、アフマドハーンは、アフマドシャー・ドゥッダーニーとなった。1748年にガズニーとカーブルを攻撃し、続いて、ペッシャワールを襲った。次に、デリーへ兵を進め領土を広げた。1750年ヘラートに進撃する。さらに、アフガニスタン中央部のバーミヤンを抑える。1809年、シュジャーシャーは、大英帝国と同盟した。 ナポレオンのフランスとロシア帝国が共同してインド侵攻した場合、対抗する意味合いがあった。外交面では、交戦的な一面も見せたが、周辺の遊牧国家とは親善を図った。1842年に王家が分裂し、文家が本家を滅ぼす形で王朝が交代し、バーラクザイアーサが創始される。バーラクザイアーサドーストムハンマドハーン1826年。 ドゥッダーニー部族連合、バーラグザイ部族のチ長ムハンマド・アズイ・ムハーンの弟、ドースト・ムハンマド・ハーンはドゥッダーニー・朝から独立して、バーラクザイ・朝を建国。アフガニスタン市長国1835年には、君主の称号をアミールに変え、アフガニスタン市長国となった。1830年代、当時のアフガニスタンは、中央アジアへの南下政策を推進するロシアと、 植民地インドの防衛を市場とするイギリスの対立に巻き込まれていた。1838年、インド総督ジョージ・イーレンがアフガニスタン派兵を決断した。第一次アフガン戦争の始まりである。イギリス軍は何の抵抗も受けずにカンダハールを占領した。1839年7月イギリス軍は一気にカーブルに攻め込んだ。シャーシュジャーは福井した。 1840年ドーストムハンマドは抵抗したが、成功せず、カーブル上下でイギリス軍に降伏し、カルカッタに追放された。しかし1841年秋より、イギリス軍は度重なる襲撃を受け、総督府の代表であったマクノーテンと補佐役のバーンズも死去し、カーブルからの撤退を決める。翌年ジャララバードの駐屯地に向けて、 退却を開始するが、到着するまでに2万人、近いイギリス軍側の兵士と非戦闘員はほぼ全滅した。更迭されたイーデンに代わり、インド総督となったエレンボローはアフガニスタンに対し、報復攻撃を開始、1842年7月にはカーブルに突入し捕虜となっていた兵士を救出、バザールを焼き払うなどし、カーブルを破壊した。1842年9月、 イギリス軍はカーブルを引き上げて第一次アフガン戦争は終わった。1843年にドースト・ムハンマドは帰国、シャーシュジャーは暗殺され、ドースト・ムハンマドが再び実権を握った。さらにイランのガージャール長もアフガニスタンへの影響力強化を図っていた。こうした中でアフガニスタンは1855年にイギリスとペシャー・アワル条約を結び、 両国の総合防衛を定めた。そのため、翌1856年にガージャール・朝サのナーセロッティーン・シャーがヘラートへ遠征すると、イギリスはヘラートを奪回しつつ、イランを攻撃し、1857年にパリ条約を認めさせてガージャール・朝サのアフガン進出をくじいた。これにより、アフガニスタン国家の領域が明確になっていった。ドースト・ムハンマドの死後、 息子のシェールアリが多いを継いだ。クリミア戦争以後、中央アジアに半島を広げていたロシアは1878年、イギリスの影響力を排除することを目的に、カーブルに外交施設団を送り込んだ。それを知ったイギリス政府とインド総督クリットンは、カーブルにイギリスの大使館の設置を要求したが、回答がなかったことからアフガニスタンに大使軍隊の進駐を決める。 当初は、差したる抵抗もなく、中流が続いたものの、1879年に、カーブルで反乱が起き、1880年に、カンダハール郊外で起きた、マイワンドの戦いでは、イギリス軍が大敗した。その頃、イギリスでは自由党のグラントストン内閣が成立、アフガニスタンへの積極的な介入を推進していた、リットン総督を更迭し、新しくリポン総督を任命し、 撤退を指示した。その際に、イギリス側は亡命していたアブドゥルラーマンハームを擁立することで反乱の沈静化を図り、アフガニスタン側は、イギリス以外の国との政治的な関係を結ばないことを条件に、イギリスからの内政干渉を受けないことの約束を取り付け、事実上イギリスの保護国となった。1897年に、アフガニスタン国王、 アブドゥルラーマンとイギリス領インド帝国外相モーティマー・デュアランドとの間で国境線が確定される。アフガニスタン側は暫定的なものと解釈していたが改定されることはなくパシュトゥーン人の歴史と分布を無視した人為的な分断として現在のアフガニスタン・パキスタン国境線につながり多くの問題を引き起こす元となった。1907年には英露協商が成立した。 ドイツ、オーストリア、イタリアの三国同盟に対抗するために、イギリスとロシアにおいて、ペルシア、アフガニスタン、チベットでの勢力範囲を定めたもので、アフガニスタンについてはロシアへの軍事的拠点としない、条件でイギリスが支配することになった。1919年、アブドゥルラーマンの後を継いで国王となっていた、ハビーブ・ラー・ハーンが暗殺され、王位は息子のアマーネ・ラー・ハーンが引き継いだ。 同年5月、アマーヌダーは、イギリス軍に対して、デュアランドラインで失われた、パシュトゥーン人の土地を取り戻すという名目でジハードを仕掛けた。第一次世界大戦やインドでの内乱で、イギリス軍が疲弊していることを見越しての、戦争であったが、軍事用の服用機からの空爆を初めて受けるなどし、戦意をくじかれ、早々に終戦となり、ラーワルピンディで条約を交わすことになった。 イギリスは戦争には勝利したものの疲弊していたのは事実であり、ライバルのロシアに革命が起き、グレートゲームから脱落したこともあり、国境線はデュランドラインで維持することを認めさせつつ、アフガニスタンの独立を認めた。その後、アフガニスタンは急速に近代化を進めることとなる。アマーヌラー・ハーンは1921年にはソビエトと友好条約を締結し、 1923年には、アフガニスタン史上初の憲法を制定、立憲君主制への移行へ踏み出した。憲法では、王権の絶対性と世襲制、イスラム教の国境化を規定する一方で、評議会の設置や大長老会議の召集、各大臣からなる内閣の規定など、様々な権能の分散化も図られた。1926年には、 歴代の君主の称号であるアミールを辞め、シャアに変えた。しかし急激な改革は、保守的な層からの反発を招き、1929年には、シュトカーブルで反乱が起きた。混乱を回避するために、アマーヌラーは退位して、イタリアに亡命、ハビーブラーガーズイーがアミールを自称して一時政権を奪った。1929年、ムハンマドナーディルシャアが、この混乱を収め、 翌年、シャアに即位した。このナーディルシャアと息子のザーヒルシャアの二代を区別して、ナーディルシャア長と呼ぶこともある。ナーディルシャアー朝では、ウラマーとの妥協が図られ、パシュトゥン人色が強まった。1953年9月に、ザーヒルシャアのいとこで、親ソ連急進派のムハンマドダーウードが、首相に就任。ウラマー会議が改革に反発して、反政府キャンペーンを組織すると、 ダーウードはウラマーを弾圧した。旧世代のムッダーは社会に対する影響力を失うにつれ、学生たちを中心により、急進的なイスラーム主義の勢力が台頭した。世論の反発を受けて、1963年3月10日にザーヒルシャーはダーウード首相を退陣させた。1963年3月末から7名からなる憲法委員会は、 会合を開き、一年近くにわたって、作業を続け、憲法草案を提出した。この草案は32名からなる憲法諮問委員会によって徹底的に検討され、1964年9月、憲法草案を検討し、正式に承認するためのロヤジルカが招集されることになった。できるだけ全国民の意見を反映するものとなるように、各州で大議員を選出するための、 全国間接選挙が行われ542名が選ばれた。このジルカでの議論は主に王族の役割と司法制度の性質についてのものだった。王族は政党に参加してはならないという情報を入れた。法律、裁判所制度については近代化主義者の意見が通った。また、国内の強制移動や強制労働の問題についても強い反対意見が出された。 新憲法には任意正議会で、秘密投票で選出される定員216名の、会員と一部は、選挙、一部は、国王の任命にて、委員84名の上院が定められた。しかし、政党の結成問題は、政党法が準備されるまで先送りされた。また、州及び、地方自治体の地方議会を選挙で選ぶ方法も、審議が延期された。 二週間も経過しないで、ロヤジル化審議を終了してしまい、1964年10月1日、国王は新憲法に署名し、施行された。しかしながら、このような態度は、急進改革派の不満を招いた。1973年7月、ムハンマド・ダー・ウートがクーデターを起こし、王政を廃止した。ザー・ヒルジャーはイタリアへ亡命した。 アフガニスタン共和国大統領に就任したダーウードは反旧進派勢力の中心となっているイスラーム主義勢力指導者の弾圧に向かい海外に亡命した指導者によって反ソ連を施行するムジャーヒディーンが結成されたダーウードの弾圧は親ソ連のアフガニスタン人民民主党のパルチャム派へも向けられるようになる1978年4月27日の クーデターでダーウードは殺害された。人民民主党政権とソ連軍事介入社会主義政権のアフガニスタン民主共和国が誕生すると、ハルク派のヌールムハンマド・タラキーが大統領に就任。1979年2月にイラン革命が勃発。1979年9月14日、ハフィーズラー・アーミーンによる再クーデターでタラキーが逮捕され、 アミーンが大統領に就任した。アミーンが宗教弾圧を開始すると、これに反発したムジャーヒディーンが放棄。鎮圧に手こずるアミーンがソ連へ介入を依頼した。11月にイランアメリカ大使館、人質事件が起こり、ソ連のブレジネフはアフガニスタンのイスラム原理主義がイランに飛び火したと考え、ソ連国内へ飛び火することを恐れて、 ソ連主導で、ムジャーヒディーン鎮圧を図った。1979年12月27日の嵐333号作戦で、アミーンを暗殺し、12月29日に、パルチャム派のバブラクカーアルマルが、革命評議会議長に擁立された。12月24日に、ソ連軍がアフガニスタンに侵攻し、こうして、ソ連軍隊、ムジャーヒディーンというアフガニスタン紛争が始まった。 東西冷戦の最中でもあり、アメリカはソ連の南下政策と受け止め、パキスタン経由でムジャーヒリーニやハザーラ人に武器援助を行い、紛争は泥沼化した。1986年5月4日、カール・マルが失脚し、ムハンマド・ナジーブ・ラーが革命評議会議長に擁立された。1988年、アフガニスタン共和国に国名変更。 1988年4月14日にジュネーブ協定が締結され10月31日の国際連合アフガニスタンパキスタン仲介ミッションを経て1989年にソ連軍は撤退した内戦とタリバーン政権ソ連軍撤退後も国内の支配をめぐって政府軍や武器が戦後も大量に残されていたムジャーヒディーン同士による戦闘が続き ムジャーヒーンからタリバーンやアルカイダが誕生した。1992年アフガニスタンイスラム国が誕生。1996年タリバーン政権によりアフガニスタンイスラム主張国が成立。1998年8月7日にケニアとタンザニアでアルカイダによるアメリカ大使館爆破事件が起こり、テロリストがタリバーン政権の保護下に逃げ込んだ。 アメリカ政府はテロリスト訓練キャンプをトマホーク巡航ミサイルで破壊し報復。1999年11月15日にアメリカ政府はテロリストの引き渡しを求めたがタリバーンがこれを拒否したため経済制裁が課された。タリバーン崩壊と新政府樹立2001年9月11日にアメリカ同時多発テロ事件が発生しその報復として10月からアメリカと 北部同盟によるアフガニスタン紛争が行われた。北部同盟を構成するのは、タジク人のイスラム教会、ウズベク人のイスラム民族運動、ハザーラ人のイスラム統一等である。12月22日に、パシュトゥーン人でザーヒルシャー元国王派のハーミド・カルザイが、暫定行政機構議長に就任。こうして、多数派パシュトゥーン人のタリバーンに少数。 民族連合が挑むという対決の構図が形成されたが、その結果、アメリカが撤退することが難しくなった。2004年10月9日、アフガニスタンイスラム共和国発足。2011年5月2日、CNN はビンラーディンがパキスタンのアボッターバードにある隠れ家を、アメリカ合衆国海軍の特殊部隊、ネイビーシールズに襲撃され、殺害されたと報道。 2015年7月8日、アフガニスタン政府がパキスタンの首都イスラマバードでタリバンと初めて公式に和平を直接協議。同年7月30日、消息が不明だったタリバンの最高指導者、ムハンマドーマルが2013年4月に死亡していたことが確認。2016年1月11日、パキスタン・アフガニスタン、中国。 アメリカがタリバンとの和平を目指す4カ国、調整グループを設立。同年3月、タリバンは和平交渉を拒否した2019年12月4日、ナンガルハル州ジャララバードで同地を拠点に、灌漑事業を展開していたペシャール会代表の中村明が殺害された。2021年4月、アメリカ合衆国のジョー・バイデンは、2021年9月11日までに、 中流米軍を完全撤退させると発表した。アメリカ合衆国がアフガニスタンからの撤退を進める中、ターリバーンは主要都市を次々に制圧し、2021年8月15日にはカブールに迫り全土を支配下に置いたと宣言した。政権側もアブドゥル・サタール・ミルザクワル内務省大公が平和裏に権力の移行を進めると表明した。詳細は、 2021年ターリバーン構成及びカーブル陥落を参照そして同年8月19日にはターリバーンがアフガニスタンイスラム主張国として新政権を樹立した。8月15日以降政権崩壊に直面して他国籍軍外国の支援団体に協力していた市民を中心にターリバーン政権下で迫害を受ける可能性のある市民らの国外脱出が本格化した。 カーブル国際空港からは連日、アメリカ軍を中心とする多国籍軍の輸送機が多数の市民を乗せて離陸8月25日までに約8万8千人がアフガニスタンを後にした。これらの中にはテレビ放送局に所属していたジャーナリストをはじめとした知識階級、技術者も多数含まれており、国の立て直しに向けて障害となる可能性を含むこととなった。 ありがとうございます。